森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。こんにちは、森山です。今日はゲストで芸能人の大村圭さんにお越しいただきました。それでは軽く自己紹介をお願いいたします。はい、ご紹介いただきました。大村圭と申します。芸能生活かれこれ30数年になります。結婚出産を機にですね、女優からモデル業へと変更いたしまして、あと MC なんかもさせていただいております。芸能界のですね、まあ、いろんな裏側のお話なんかもこうできたらなということで、ビューティー研究所というものを展開しております。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。それでは今日もいろいろ伺っていきたいと思います。はい。本日のテーマは、発達障害 ×IT ×芸能です。発達障害で芸能に興味があります。大村圭さんに演奏してもらえますか？40代女性 G 業からの質問なんですけれども、いかがでしょうか？はい、芸能に興味があるということは、演奏というよりももしかしたらご自身があれかな、おこと興味あるのかな。演奏自体はさせていただきますし、あとですね、私今 TikTok をやってまして、そちらでライブ配信なんかもやっていて、その際はおことを弾いて、あと簡単ないろんなトークなんかをさせてもらいながらやっています。ですので、ぜひ、なんなら、遊びに来ていただいて、それからそうですね、あと、エネルギーエリアの方でも、いろんなイベントを立ち上げていく中で、そのおことのことなんかもお話できたらなとは思っていますので、演奏もいたしますし、いつでもお声掛けいただければと思います。おことなんかね、本当すごく姿勢が良くなりますし、あとそうだな、やっぱり、礼儀作法なんかもね、きちんとこう教えていくので、そうですね、お辞儀の仕方一つとっても、おことをやることによって、かなりこう美しい所作になるのではないかなというふうに思っています。ぜひお声掛けください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっとここに関しては突っ込んでみたいなと思ったところがあったんで、質問させていただきたいんですけども。はい。まず、TikTok で何て検索したら出てくるんですか？ありがとうございます。ビューティービアウィッチです。ビューティービアウィッチですね。はい。で、3月からはですね、大村歌聞け大村で、新しくアカウントを作って、おことに関してはそちらの方で配信をしていきます。で、現在は、もうほんと趣味で始めた TikTok なんですけれども、大好きなビールを皆様お疲れ様でしたって言って乾杯しながら飲んでいる動画をほぼ毎日のように上げております。なので、今のところビューティービアウィッチで検索いただければと思います。3月に入りましたら歌聞けの方でお願いいたします。ビューティービアウィッチは、あれですよね、ローマ字で、小文字で検索したいですね。そうですね、英語でビューティー。はい、英語で。はい。で、またはですね、漢字で美しい麦衆魔女で検索いただければ出てきます。なるほど、ありがとうございます。ちなみに TikTok でのライブ配信って大体月に何回ぐらいの頻度で開催されてるんですか？はい、平日のランチタイムを中心に配信しておりまして、できるときは毎日やっています。で、できないときでも週に2、3は配信するようにしています。で、大体水曜日は配信するようにしてます。なるほど。ありがとうございます。で、あとですね、まあもう一つぐらい伺ってみたいなと思ったんですけど、おことのライブ配信って、あれですよね、カメラとか設置しながら、実際おことの演奏をしながら、顔も出しながらこう配信してるみたいな感じですか？おっしゃる通りです。カメラ配置って言いましても、本当、はい、iPhone でやってるだけなので、はい。はい、普通にスタンドにスマホを設置して、はい、おことを弾いています。はい。はい、なるほど。ちなみにどんな曲を演奏されるんですか？
私、古典曲が中心なので、もしかしたらあまり皆さん存じないかもしれないんですけれども、はい、ママの川ですとか、はい、千鳥の曲ですとか、六段ですか、乱れですとか、もう本当に昔ながらの曲が中心になって弾いています。で、あとたまにポップスも弾くときもあります。で、あと最近耳から音拾って楽譜を起こしていて、アルフィーの曲とかも今徐々にちょっとこうアレンジをしながら作ってるところです。おお、そうなんです。はい、大好きなアルフィーを耳で拾ってやってます。で、ちなみにライブ配信って時間的には1時間ぐらいあるんですか？そうですね、30分から1時間を中心にやっていて、で、どうしてもっていう時は10分程度の時もありますけれども、主に1時間近くやっています。なるほど。はい、で、ありがとうございます。はい、プロフィール欄に大体何時からやりますっていうこと、あとツイッターでも何時からやりますっていうのはなるべく入れるようにしてます。なるほど。ありがとうございます。はい。はい。今日はですね、発達障害で芸能に興味があります。大村圭さんに演奏してもらえますか？40代女性、自営業からの質問にお答えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.